証券コード8031三井物産、今日はこちらの紹介をします。証券コード8031三井物産は三井グループの大手総合商社、三井不動産、三井住友銀行と並ぶ三井新御三家の一つ。鉄鉱石、石油の生産権益量は商社の中でも群を抜いています。ご紹介する必要もないですよね。言わずと知れた日本を代表する財閥系企業、就活生で知らない人はいないですよね。権利確定日は3月と9月年2回です。気になる現在の株価はこちらです。この右肩上がりでぐんぐん上がる爆上げな感じ、いいですよね。では早速こちら開けてみたいと思います。中にはもう何も入っていません。中には 1,2,3 3つの書類が入ってました。まずはこちら、歴史ありますね。定時株主総会招集ご通知です。結構ずっしり重いですね。今回は第3号議案まであるようです。重要なのが第1号議案ですね。剰余金の配当の件、こちらチェックします。残り2つはですね、取締役とか監査役の選任の件なので、こちらは割愛します。うわーすごい、これ見てください。やはり高配当ですね。こちらに書かれています、第1号議案の剰余金配当の件、1株あたりの年間配当金括弧中間配当金40円を含むを85円とし、当期の期末配当は以下の通り45円といたしたいと存じます。いいですね。いつも言ってるように10円超えたらまあまあじゃないかって僕思ってるんですけども、まあ株価も高いだけあってね、こちら年間配当85円、中間配当と分けると今回は45円ということで、素晴らしいですね。しかもこの招集通知の一番後ろ、こんなものを見つけました。じゃーん、スマート講師での議決権行使による景品抽選のご案内。財閥系はすごい豪華ですね。これが当たるのかっていう、ぜひねスマート決済やりたいと思います。やっぱりあれですかね、企業はもうスマート決済にしてほしいんですかね。こういったハガキとかね、通知、郵送代も結構かかりますしね。移行させたいがためにこうやって景品をね、どの企業も用意してるんでしょうね。これはやるべきですね。そしてこちら、先ほどご紹介した議決権行使なんですけども、ここにね QR コード載ってます。ここを読み取って必ずスマート行使実施します。最後にこちら、保護シールは今回はもう使いません。配当金が届くのが超楽しみです。以上、今日も超ハッピーなカフでした。 See you!